い、皆さんこんにちは、ワンダリングルフシです。さあ、それでは信長の野望早々戦国立志伝の大阪の陣、後藤又兵衛でのプレイ、続きをやっていきましょう。まあ、今回はですね、第1回目、お届けした時にお話したようにイベント回線と、あとシナリオの方を中心に見ていくプレイしていきますので、まあ、単発扱いにはなるんですが、長くなりそうなのでね、今回は第2回目ということでお届けをしていきたいと思います。ここは本田忠友の話になってますね。平八郎忠勝の次男坊ということです。で、この忠友が、攻め口を変えてくれと大御所家康に申し出たというエピソードがここで出ています。まあ、下の方に出てるね、会話の方は、皆さんに、興味のある方はね、見ていただければと思うんですが、結局この忠友の申し出は家康によって却下されてしまうというところになるんですが、この先ね、忠友がどういう運命をたどるのかというところも、楽しみにして見ていただければいいかなと思います。で、こちらは腹心、本田正信ですね。ただ友の申し出た持ち場の変更は受け入れられなかったということになっています。さあ、今度は鈴木田の話が出てきましたね。イベントが続く形になります。で、この杉田兼助、またの名を岩見重太郎。この岩見重太郎はどちらかというと化け物退治とか敵討ちとか、そういったところの講談上の英雄となっているというところで今紹介が出てきましたが、この杉田兼助が守っている砦に夜襲をかけられて、この砦が奪われてしまったというエピソードを今からご紹介するんじゃないかなと思いますが、この奪われてしまった理由がね、実はちょっと恥ずかしい感じなんですよね。なんと夜遊びに出かけてる間に夜襲をかけられて城を奪われてしまったというのがね、まあ嘘か本当かエピソードとしてここで紹介されています。夜遊びに関してはね、ちょっとなかなか人のことを言えたたちではないので、ちょっとねコメントしづらいところもあるんですが、まあ、夜遊びはほどほどにといういい教訓、自分向けの僕向けの教訓でもありますよね。ここには人々が出入りする歓楽街があり、無数の遊郭が立ち並んでいた。いやー、遊郭大好きですからね。ただこの兼助、確か先方で奥義一戦か何かを持っていたと思うので、使い方によってはかなり大きな戦力になりますからね。この汚名は表情を始めます。先月の終始です。合戦の中で話してもらいたいなと思います。ではここからいよいよ真田丸の戦いになります。大阪城南の出丸、真田丸を守る雪村はすぐ目の前にある小高い丘篠山をめぐり、徳川軍と小競り合いを繰り返していた。敵の神経を疲れさせるような小規模戦を上田合戦を経験した雪村の得意とするところであり、戦いの主導権は完全に雪村方にあったということになってますね。で、前田勢は明日篠山に攻め寄せるようにございますというのが、これ嫡男大輔ですね。まあ、大輔はすでに真田丸、大河ドラマのね真田丸の方にも出てきて、かなりその最初はね軟弱な印象が僕は見ていてあったんですが、どんどん成長を遂げていて、今はねもう立派な若武者ぶり発揮しそうな
雰囲気が出てきてますよね。ここも非常に楽しみですね。で、真田丸の戦い始まった直後は、今画面の方に出てきているこの雪村と長宗我部盛親、あとは木村重成、この3体で敵を食い止めつつ、大阪城から援軍が来る、小詰めが来るのを待つという形になりますので、しっかりと、彼らの戦法とかね、兵力配置などに気を配りながら合戦の方をしていきたいと思っています。ではいよいよ開戦というところになります。長宗我部殿、木村殿、ご両所は敵が大阪城と真田丸に入らぬよう入り口を塞ぐように布陣してくれと。これ真田丸に入られたり大阪城に入られたりすると敗北になってしまうので、そこがね一番注意しなきゃいけないポイントになってきます。さあまずは味方の配置から見ていきましょう。まず木村重成が4線ですね。これは真田丸の西側に布陣させましょうか。で、長宗我部は右側、東側ですね。で、持ってる戦法は方向臨戦神速。木村重成の方はというと、戦法は時の声神速底力ですね。で、雪村はまだ動かせません。で、敵の布陣ですが、南部、前田、さらには松平といったあたりですね。伊達政宗もいるし、東堂高虎もいる、井伊直孝、寺沢、松倉、そしてここに秀忠がいて、総勢6万6000というところですね。では開戦していきます。この6万6000に対して味方1万4000だと、さすがに真田丸があったとしても長時間ね持ちこたえるのは確かに厳しいですからね。ちゃんとイベントを発生させて、いかないとクリアが難しいかもしれません。まだ引き付け。もののふの世は。この雪村を受けたまま、撃て！ここで井伊直孝が出てきて、やはり真田の罠であったかということになってますが、これで何が起きているかというと、先ほど見てもらった兵力がだいぶ減っています。松平忠直が4000で、前田が4800、南部が1800ということで、だいぶ数は減らしてます。なのでこの状態で開戦していきます。で、雪村は右に左にと、ちょその時のね、状況に応じて守り口を変えながらやっていこうかなと思ってますが、馬防柵を抜かれたらちょっと下がりましょうね。
で、とりあえず木村重成ですが、だいぶ敵が寄ってきてますので木村重成の方に雪村を寄せましょうか。で、同時に抜けられるとまずいんで少し長宗我部を下げます。今出てきているこの高虎は徳川側でいう戸様の先方常に勤めていたんですね。東道高虎が、この東道高虎がかなり渋くてかっこいい顔してるな。こういうね、大人の男になりたいものですよね。で、ここで長宗我部森近は方向を使って混乱とかしてくれるとね、ありがたいんですけどね。で、時間を使っていきましたが、木村重成の方から敵が離れていくので木村を変えましょう。配置替えします。これでまずは援軍として毛利勝長、決着つけようではないか。毛利勝長をこの大阪城へ蓋するような形で配置させましょう。で、勝長は穿地抜け紙幣時の声か。よし、痛くなければ去るがよい。で、ここで政宗が本格的に迫ってくる形になりますね。まあ、政宗は間違いなく武勇統率90超えでしょうからね、戦力としては政宗にそれなりの兵力をぶつけていかないとまずそうな感じですね。又兵衛と明石、この2人はどうだろう。できれば伊達側にぶつけたいですが、木村重成だけでこの井伊直孝を防ぎきれるかっていうのはちょっと疑問だけど、防いでもらわないとダメだな。やるとしよう。ちょっと不安なので、とはいえ最悪動けるように雪村の動きには注意しておきましょう。で、長宗我部がここで撤退かな。僕とご覧あれ、退却せよ。今こそ殲滅の時です。これで決めるぞ。私に捨てな、生きるのだ。我らが攻めに耐えられるか。ここで入られるとまずいので塞ぎましょう。で、秀忠もここで進軍してくる気配を見せてきました。秀忠の数が多分相当な数になってると思うんですよね。で、いつ政宗がやってくるかわからないという状況で、政宗は左か。これはちょっと想定外だな。急いで回り込ませないとちょっとまずいことになりますね。最悪の事態に備えて雪村を配置替えしましょう。承知しました。で、明石も急いで急行させないと。承知いたしました。で、又兵衛は奥義一戦持ってるので配下でね持ってますので、急いでこれも向かわせましょう。みんな覚悟を決めよう。で、ここで大輔が真田丸の外に出てくるので、これを背後から政宗隊をつくような形で動かしますか。バーンと王の、さらに王出てきましたね。お目を晴らす、晴らしてくれ。まずは絶対に入れちゃいけないので、真田丸の中にね入れてはいけないので、急いで蓋をしに行きましょう。
お任せください。ちなみにあの次回の海外遠征は12月にね、またタイの方に行くことにしましたので、このね金助のような失態を演じないようにだけは気をつけたいと思いますが、浅胸ある限り乱世は終わらぬ。我らが攻めに耐えられるか。我に続け。若殿よ、我が敵を打ち滅ぼせ。ここは貴様らの地獄。ちょっと待ってな、ここで秀忠が逆にこっちに向かってくるのか。であれば秀忠を迎え撃たなきゃいけないですね。お任せください。承知いたした。かしこまりました。聞きます。力の差見せてやろう。伊達が今どんくらいになってんだ。3000まで減らしたか。よし、この勢いがあれば雪村をちょっと動かすのは無理かな。代わりに大野春房をこっちの秀忠側に回しましょうか。この下でどうにかなるか。ならないね。で、マタベイがいるので奥義一線を使いましょう。これが戦の作法よ。で、明石を秀忠の方に回します。これほどとは。これで全軍を続け。ここは引きます。秀忠の方へと差し向けます。雪村はもう兵が300まで減ってるので、真田丸の中から出すわけにはいかないかな。というところで徳川軍の殲滅に成功しました。結構危なかったな。さあ、先ほども登場してきた本多正信がここで来ました。真田丸の戦いは勝利。ちょっと危なかったんですが、まあ無難に勝てたかなというところですね。真田丸での勝利に大阪城は沸いたと。さすがは真田殿ですな。その場面に味の戦い見事にござると。まあ、皆さんご存知の通り、この後は一度休戦というかね、和睦がなるわけなんですが、その時に大阪城の外堀内堀、一応その和睦の条件としては外堀だけ埋めるっていう条件だったんですが、内堀も埋められてしまって裸城にされてしまうっていうのが、この後ね、大阪城が浮き目なんですが、一度そういう意味では冬の陣、大阪の陣と前編って言ったらいいんですかね、に関してはこれで一通り型がつくということになります。
まあ、このゲーム上の勝頼、今ご覧の通りかなり軟弱なイメージで、実際その秀頼の能力値が50前後ぐらいで結構厳しいパラメータ設定されてるんですが、大河ドラマの真田丸の中に出てくる中川大志さんが演じている、秀頼はかなり凛々しい感じでかっこいいですよね。まあそういうのもあって、もしかしたら今後ね、このゲーム上の秀頼のパラメータも少し上積みされるんじゃないかななんて期待はしてるんですが、ここではやっぱり雪村、又部、勝永、このあたりのね、猛将たちのパラメーター戦力に頼ってプレイをしていくしかないかなというところですね。ちょっとここでセーブだけ一旦入れさせていただきます。で今度はバンダン上も絵に描いたような豪傑って書いてますけどね。さあここまでじゃあプレイの方を進めていきましょうか。まだ20分ぐらいですからね、もう少しだけ話の方を進めさせていただきます。実はこの後見ていただくイベント回線、これが個人的には一番難しいかなと思ってます。このバンが打ち死にしないというか壊滅しないように逃がすっていう作戦なんですが、まあ兵力が確か500ぐらいしかなかったと思うんですよね。しかも敵のど真ん中にいるっていうのもあってですね、大抵失敗してしまいます。ただ失敗してしまってもこの後の大阪の陣のシナリオへの影響はないので、もし失敗してしまったとしてもそのまま進めさせていただきたいと思いますので、その点だけはご容赦いただければと思います。かなり自己主張が強そうですね、このバンさんは。乱世に幕を引く、それこそ天下人の役目よ。放て！この今大筒大阪城に打ち込まれてますが、これで秀頼とかね、チャチャ様が、ヨド殿かなが、まあ、怪我をしたとか、そういう事実はないんですが、どうやら次女とかは、それで死んでしまった、というようなこともあるようなので、それなりにやっぱりこの大筒のね、威力、効果っていうのはあったんじゃないかなと思います。でここで、僕が一旦なると先ほど話したところですね。なぜ秀頼は和睦に応じぬと与党殿が言っていますが、どうやら浪人衆が入れ知恵をしているようにございましてということになってますね。まあ、結果的にこの和睦策が先ほど話したようにね、
大阪城の内堀まで埋められてしまって裸城にされてしまうね、家康がの罠の和睦ではあったんですが、ここでその和睦をね受け入れてしまうというのが豊臣が大阪側になります。でこの和睦今まさに描かれてますが、徳川側は家康で、豊臣側は木村重成が出たんですね。で大阪冬の陣の和睦を結ぶ際に徳川家と豊臣家は互いに条件を提示した、徳川家が提示した条件は大阪城の外堀を埋め本丸以外は破壊、大野春長小田原斎は人質を出すと。で豊臣家の提示した条件は秀頼の安全と本領の安堵、誰も反乱の罪に問わないというこの2つですね。この難攻不落の大阪城を落とすための秀吉の言った言葉、この城は日の本すべての兵が攻め寄せても落ちぬが、一つだけ落とす手がある。それは和睦してまず堀を埋め、騙し討ちに二の丸三の丸もの壊して裸城にしてしまうことじゃ、ということでまさにこれを体現しようとしているのがこの家康ですね。ただこれは本当に言ったのかっていうとどうであろうな、もうこれ言っててほしいな。でも秀吉もね、ご命令を。はい、というところで時間が30分ぐらい経ちましたので、一旦ここで終わりにしてですね、次回大阪、今度は最後になるでしょう、夏の陣をお届けしていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますので、ぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。